イマジネーション史1950年10月号を表紙、ハネス・ボクは、アメリカ合衆国の美術家、イラストレーター。またアマチュアの先生術師、ファンタジー作家、詩人でもあった。本名をウェイン・ウッダード。彼は、SF、探偵小説、ファンタジー分野の様々な雑誌において、合計150のカラー表紙絵を描くと同時に、白黒の挿絵も数百は寄稿している。 僕の絵は、アーカムハウス、ルエリン、シャスタ、ファンタジープレスのような出版社の特装本の表紙、そしてカレンダーや初期のファンジンに交際を添えた。彼の画法は、マックスフィールド・パリッシュから学び取ったもので、手間のかかるグレージングの工程を経て輝かしい品質を実現していた。ハネス・ボクは、9号賞を受賞した最初の美術家である。現在、僕は、 パルプマガジンのカバー画によって記憶されている。ミネソタ州生まれ。彼が5歳の時に両親が離婚し、以降は父と義母の厳格なしつけの下で育つ。ミネソタ州の高校を卒業した後は、シアトルの母の下絵見を寄せ、SF ファンダムでイラスト等の活動を始めた。ペンネームを使い出したのは、この時期で、ハネス僕の名は、ヨハンゼバスティアンバッハに由来する。ハネスは、 ヨハンの愛称系であり、僕は、バッハの変形である。僕は、マックス・フィールド・パリッシュと文通しており、面会したこともある。僕に対するパリッシュの画風の影響は、主題の選び方、色使い、グレージングの応用といった点で明白である。友人のフォレスト・ j アッカーマンや、エミール・ペターヤによると僕は、同性愛者であった。彼の会が、特に男性の裸体を主題としたものは、 当時としては過剰にエロティックである。1937年、ロサンゼルスに移り、SF ファンであり若手作家でもあったレイブラッドベリと知り合う。その紹介で、ビアードテイルズ1939年12月号から商業デビューした。彼は1954年3月号までの50巻以上にペン画を載せた。 カラーの表紙絵に関しては1940年3月号から1942年3月号の間の6巻分を手掛けた。ウィアード・テールズは彼の小説や詩も掲載している。僕はデビュー以降ニューヨークに引っ越し、生涯をそこで過ごした。彼は先生術に傾倒すると同時にジャンシベリウスの音楽にも浸水していた。 年を減るごとに僕は編集者と金銭や芸術上の問題で衝突するようになり、陰遁を好むようになった。晩年は、貧窮した。1964年、自宅にて49歳で孤独し、僕の小説家としての代表作は、長編、魔法使いの船及び金色の階段の彼方である。前者は1942年にファンタジー雑誌。 アンノーンに掲載された。後者ははじめブルーフラミンゴの台で SFC スタートリングストーリーズ1948年1月号に発表され、過失修正版が彼の死後に金色の階段の彼方と解題されて出版された。この2冊は後にバレンタイン社から再刊されている。なお僕はエイブラハム・メリットが1943年に死んだ。あと許可を得て、 彼の未完の中編二つを完結させている。それらはザ・ブルー・パゴだとザ・ブラック・ホイールとして刊行された。刺繍スピナー・オブ・シルバー・アンド・シスルは僕の死後に出版された。僕は小説家としてよりも画家として有名である。彼の作風はみずみずしいロマンティシズムとユーモラスなグロテスクさが混合したもの、もしくはその二つが交互に現れるものであった。 SF 研究家の野田正宏は、ハネス・ボクの絵は一目見れば忘れられない、独特の色っぽい雰囲気があり、と述べている。僕の使用した、技法、グレージングは時間のかかるものであったため、作品の制作量は多くはなく、彼は、商業的に成功したとは言えない。ハネス・ボクはまた木材の彫刻や張り子の仮面作りにも、時間を費やした。1950年代には、 本の表紙絵も手掛けるようになった。僕は雑誌より書籍の仕事の方が疲労が少ないことに気づいたが、前者を完全に辞めることはなかった。彼の死の寸前に発行された回 s f 九1 9 6 3年11月号の表紙絵は巻水型の衣装をつけた人物を描いた印象的なもので、ロジャー・ゼラズニーの伝道の書に捧げるバラのイラストであった。僕は フューチャリアンズの会員でもあった。1953年には、エド・エム・シュー・イラーと共に、9号賞ベストプロフェッショナルアーティスト部門を受賞している。AB、魔法使いの船干末、役者と書きより、野田正宏、図説ロボット36ページより。ただし、ウィキペディア英語版では、カンザスシティ生まれとしている。野田正宏、図説ロボット36ページより引用。 英語版ウィキペディアなどを参照。ライセンス上、2009年現在の日本語版、ウィキペディアにおいて、僕の作品の画像を例示することは困難である。ニューヨークの SF ファン団体で、アイザック・アシモフ、ドナルド・ A ・オルハイム、ジェームズ・ブリッシュなど多くの著名 SF 作家が入会していた。ありがとうございます。